全国労働組合総連合。全国労働組合総連合。全国労働組合総連合。略称、全労連。略称、全労連は、日本の労働組合の全国中央組織、ナショナルセンターである。国際労働組合組織には加盟していない。行動考量、希望に輝く未来のために、で、労使協調路線による、選別排除の労働戦線再編に反対する。 労組により結成された、働く者の利益を守って戦う労働組合の全国中央組織である子を掲げている。連合は、産別産業別全国組合、炭酸のみを加盟単位として認めているのに対し、全労連は炭酸に加え都道府県別組合、地方組織も加盟単位と位置づけている。この点について、行動考量は産業別の戦いと地域の戦いを結合して、 全国的な運動を展開するための組織構成と説明している。加盟組織の下半は、日本自治体労働組合総連合、自治労連、全日本教職員組合、全教、日本国家公務員労働組合連合会、国交労連などの公務員組合で占められており、大手民間企業、特に機関産業の多数派組合は加盟していない。そのため、 毎年春闘などの賃上げ相場形成に影響力を発揮できないまま今日に至っている。最高議決期間は大会で会費の入人員に基づいて各加盟組合から選出された大議員により構成される。定期大会は2年に一度開催され、最近では2014年7月に第27回定期大会が開催された。中央機関には青年部、 女性部、非正規センターなどの専門部会を置き、階層別の意見を反映させるため、大会で発言権を持つ、特別大議員を割り振っている。ただし議決権はない。機関誌として、全労連新聞、月刊機関誌と、月刊全労連、月刊機関誌学習の共者発行を発行している。健康で、文化的な生活の実現を政府に求めている。 憲法の具体化を目指す運動として、福祉国家の確立を目指すとしている。運動では、国際労働機関、ILO が提起する、ディーセントワーク、動外のある人間らしい仕事の日本国内での、実現も手がかりに進めるとしている。2015年6月末現在の組合員数は、全労連に加盟する炭酸、産業別全国組合組合員が568,655人。 地方組織、都道府県別組合、地域組織のみへの加盟者を含めると80万4519人である。組合員数は減少傾向で推移しており、全労連は全労連組織の減少に歯止めがかかっていないことを深刻に受け止める。2012年度からの組織拡大強化中期計画に基づいて、炭酸、地方組織とも相対話と共同を広げ、 現象から造成に転じる組織拡大運動を強めている。炭酸と地方組織が連携した総がかり作戦も各地で進められ、組合の新結成、加盟も生まれている。取り組みを飛躍的に強め、全労連の社会的存在と役割を大きく宣伝し、150万全労連を目指す組織拡大運動に全力を挙げる決意を表明する。とのコメントを発表している。 日本社会党、後の社会民主党を支持していた、日本労働組合総評議会、総評と民社党を支持していた全日本労働、総同盟、同盟の特定性党支持路線に反発し、1966年12月以降、交流混乱を続けてきた38単産、単位産業別労働組合。個々の労働組合は、1969年11月に、 全民主勢力の統一のためのアピールを発表。このアピールをきっかけとして1970年3月に全民主勢力の統一促進労働組合懇談会統一促進婚が結成され、後1974年12月統一戦線促進労働組合懇談会統一労組懇に発展した。一方、これとは別に総評、同盟、 全国産業別労働組合連合、新産別、中立労働組合連絡会議、中立労連の労働4団体による労働宣線統一の動きがあり、全日本民間労働組合協議会、全民労協から日本労働組合総連合会、連合結成へと動いた。労働宣線統一推進会による民間選考による労働宣線統一の基本構想、 後の連合の交流路線、1981年は自由にして民主的な労働組合の路線と西側の一員論の立場に立ち、国際自由労連、アイクフと加盟、批判勢力の排除を求めた。総評は従来方針を変えこれを容認し、合流、解散を決めた。こうした動きを統一郎祖は特定政党排除の革新分断、賃上げ自粛や、 人べらし、合理化容認の、労使協調路線など、特定の運路線を踏み絵に、これを容認する組合だけを結集する、労働戦線の右翼的再編と批判した。独自のナショナルセンターの結成化準中率の道を進むのかが問われる中、日本の労働運動の積極的な戦いの伝統を引き継ぎ、総評や、統一労組婚、準中立労組婚加盟及び、中立の組合が、 労働者の団結を最大限に保障する、資本からの独立、政党からの独立、共通の要求での行動の統一という三つの原則を堅持し、働く者の生活向上と権利の確立、国民春闘再構築、平和と民主主義を目指して、1989年11月21日に、全国労働組合総連合、全労連を結成した。 この三つの原則を大切にする全労連は多数の力を本当に結集できる生命力をも日本の労働戦線統一の母体となるものとしている結成当時の組織人員について交渉140万人と発表していた全労連の労働組合運動に関する見解は以下の通り全労連は思想心情の違いを超えて要求実現のために自主的 向上的に団結するという労働組合の原点を大切にすることから原則の一つに政党からの独立を確認している。しかし、そのことは全労連が政治的に中立の立場を取るということではない。もともと政治は中立的なものではなく特定の利益を重視し利益団体の圧力を強く受ける。その結果、労働者の利益とは異なる政治が行われることも 少なくない。全労連は行動綱領で私たちは国民本位の政治、経済と比較、非同盟、中立、民主の日本を実現する統一戦線の樹立を目指しますと運動の基本目標を明記し政治的な取り組みを積極的に行うことを明らかにしている。なお、そのような政治への積極的な姿勢を全労連が取るとしても加盟する労働組合や 組合委員に特定政党や候補者の支持を強制することはない全労連が目標とする統一戦線は、労働組合だけでなく、広範な国民の皆さんとの共同で実現を目指すものである。多くの人々と現状を語り、問題点を語り、解決策を語ることで共同を大きく前進させる。総対話と共同を全労連が重視するのは、 そのこととも関連している。1980年代以降、政党の動向に左右されない政治革新の目標で思想、心情の違いを超えて力を合わせる革新統一運動が取り組まれ始めた。全労連は結成時からそのような革新統一運動に積極的に参加し、その前進のために奮闘している。全労連は 特定の政党を支持も排除もせず、組合委員の思想、心情の自由と、政党支持、政治活動の自由を保障する。政党とは、一致する要求、課題に基づいて協力し、共同行動を推進する。全労連は、選挙活動などで、特定政党支持を、組合委員へ押し付けることをしない。特定政党の支持あるいは排除を、多数決で決めたり、 政党の選挙に動員したりするのは、労働組合と政党等を混同し、組合を政党の下請け組織にすることであり、誤りである。ただし、結果として大会等に来てくれるのが、特定政党の人だけという状況があるとしている。男女差別解消を目指し、選択的夫婦別姓制度導入、再婚禁止期間、婚姻最低年齢等の男女差別解消の法改正、 出資証届に着出し、非着出しの記載を義務付ける戸籍法改正などを求めている。2014年12月結成。略称は憲法共同センター。緩やかな共闘組織、憲法改悪反対共同センターから、解釈会見で集団的自衛権行使用人を進める安倍内閣の戦争する国づくりを許さず、運動を機敏に提起する組織に改組し、 名称を変更。事務局は、全労連内。運営委員会は10団体。厚生団体は20団体。賛同協力団体は9団体。全労連、全国商工団体連合会、全商連、新日本婦人の会、新婦人、農民運動全国連合会、農民連、日本民主青年同盟、民政、全日本民主医療機関連合会、民意連、平和、 民主、革新の日本を目指す全国の会、革新婚、自由放送団、憲法改悪組織各会連絡会議、憲法会議、日本共産党。戦争をさせない選任委員会、解釈で、憲法9条を壊すな。実行委員会、安倍の教育政策のネット、沖縄、一坪反戦地主関東ブロック、会見問題対策法律家6団体連絡会。 さようなら原発千万人アクション首都圏反原発連合原発をなくす全国連絡会脱原発を目指す女たちの会日韓つながり直しキャンペーン2015日本軍慰安婦問題解決全国行動国連人権勧告の実現を実行委員会戦時性暴力問題対策会議秘密保護法廃止へ実行委員会 反貧困ネット、M ネット、民放改正情報ネットワーク、全国労働組合連絡協議会、全労協、全国労働金庫労働組合連合会、自治体議員立憲ネットワーク。立憲デモクラシーの会、安全保障関連法制に反対する学者の会、自由と民主主義のための学生緊急行動、セルズ、安保関連法制に反対するママの会、 女たちの平和実行委員会、NGO 非戦ネット、宗教者、門徒、信者国会前大集会、止めよう。辺野古埋め立て、国会方位実行委員会、安倍政権に、ノー、東京ネットワーク。全労連に加盟する、産業別全国組合は、以下の通り。なお、国鉄労働組合、国労の一部地方組織や全国、建設労働組合総連合。 全県総連の一部なども、全労連の地方組織、地域労連に加盟しているところがある。全労連は、全労連未加盟炭酸の単位組合や上部団体、未加盟の単独組合でも、地方組織、都道府県別組合、及び同参加の地方炭酸、地域組織に加盟することで、全労連加盟の組合になることが出る。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。